アミロースの分子構造アミロペクチンの分子構造要素添粉反応で着色された小麦添粉化粒添粉とは分子式の炭水化物で多数のアルファグルコース分子がクリコシド結合によって重合した天然高分子化合物である構成単位であるグルコースとは異なる性質を示す陸上植物におけるグルコース貯蔵の一形態であり種子や球根などに多く含まれている デンプンは植物が光合成によって体内に貯蔵した炭水化物で工業上はそれを生成した製品を言う。デンプンの特性は起源となった植物の種類によりかなり異なる。代表的な澱粉に片栗を原料とする片栗粉やトウモロコシを原料とするコーンスターチなどがある。デンプンはその構造によってアミロースとアミロペクチンに分けられる。アミロースは 直鎖状の分子で分子量が比較的小さい。アミロペクチンは枝分かれの多い分子で分子量が比較的大きい。アミロースとアミロペクチンの性質は異なるが、デンプンの中には両者が共存している。デンプンの直鎖部分はグルコースが α1 から4結合で連なったもので分岐は直鎖の途中からグルコースの α1 から6結合による。 アミロースはほとんど分岐を持たないが、アミロペクチンは、平均で、グルコース残機約25個に1個の割合で、α1 から6結合による分子構造を持つ。また、アミロースの中には、α1 から6結合を持つものも、少量あり、中間体と呼ばれている。なお、動物における、貯蔵多糖として知られるクリコーゲンは、アミロペクチンよりも、はるかに分岐が多く、 三残基に一回の分岐となり、アミロースやアミロペクチンとは区別される。トウモロコシの種子などでもこのグリコーゲンの下流が存在する。アルファグルコース分子が直射状に重合している部分は、水素結合によりアルファグルコース残基六個で、約一巻きの螺旋構造となっている。また、螺旋構造同士も相互に、水素結合を介して平行に並び、結晶構造を取る。 分子は二重螺旋状態での結晶と一重螺旋状態での結晶を作り得る。まず二重螺旋状態の結晶にはお互いのグルコース残機状の水酸機同士で直接水素結合を形成するタイプ、まに水分子一層を挟むタイプと両者の混合したタイプがある。また一重螺旋状態の結晶は V 型と呼ばれ、天然では澱粉下流に含まれる油脂成分が アミロースの一重螺旋の中に包摂された包摂削体として存在している。澱粉は植物のプラスチドで生合成され、特に澱粉合成が盛んで、澱粉を貯蔵しているプラスチドをアミロプラスチと呼ぶ。細胞質からプラスチドに輸送されたグルコースマイナス酸やグルコースマイナス酸や ADP グルコースはプラスチド中で、 最終的に ADP グルコースとなり、ADP グルコースのグルコース残機は、デンプン合成酵素によって伸長中のアミロースや、アミロペクチンの非還元末端のグルコース残機の4位の水酸元と脱水縮合して新たな、α 1、4グルコシド結合を形成して取り込まれる。プラスチド中のデンプン合成酵素は、デンプン粒結合型デンプン合成酵素と可用性。 プ粉合成酵素に対別される。GBSS はアミロースの生合成に関与している。SSS によって合成途中の α 1 4グルコシド結合のグルコース残機の直差が枝分かれ酵素によって一部切断され、その切断されて生じた還元末端のグルコース残機の1位の水酸元と直差部分の中間のグルコース残機の6位の水酸元の間で アルファマイナス1、6グルコシド結合が生じる。こうして生じた分子中に存在する複数の非還元末端は SSS によって伸長するとともに、枝分かれ酵素によって新たに、非還元末端の側座が次々と形成される。余分なアルファマイナス1、6グルコシド結合部分は、枝切り酵素によって切断され即座は整理されて、アミロペクチンは合成される。 つまり、アミロースとアミロペクチンの顔料は、GBSS と SSS の活性によって制御されている。よって、GBSS が欠損していればアミロペクチンのみを含む持ち性となり、SSS の活性が低下していると、高アミロース顔料となる。GBSS の欠損変異は、トウモロコシや稲においては、ワキシーとして知られている劣性変異遺伝子による。 皮脂植物の排入中の細胞のゲノムは、重複受精によって 3N となるため、排入中のデンプンがアミロペクチンのみからなる、持ち性となるためには、3N のすべての GBSS 遺伝子が、脇シー変異を持たなければならない。そのため、持ち性の品種であってもその近傍に、ウルチ性の品種が存在すると、竹フ粉の結果、キセニア現象が生じて、 ウルチ製の排入を持つ種子となる場合がある。アミロース含量が高いほど、白米の排入は透明度が高く、低くなるほど透明度は低くなる。そのため、もち米や低アミロース米の白米は、ウルの白米に比べ白く濁っている。澱粉を水中に懸濁し加熱すると、澱粉粒は吸水して、次第に膨張する。加熱を続けると、最終的には、 プ粉粒が崩壊し、ゲル状に変化する。この現象を固化という。この時、プ粉圏楽液は白濁した状態から次第に透明になり、急激に粘土を増す。粒子が最大限吸水した時粘土が最大となり、粒子の崩壊により粘土は低下する。プ粉の固化は、結晶構造をとっているプ粉分子の隙間に水分子が入り込むことでその構造が緩み、 角、枝が水中に広がることによって起こる。この時澱粉が溶解しているように見えるが、前述したようにアミロペクチンは溶解しているということではない。硬化した澱粉の溶液を冷却すると、のり液は次第に白濁し、水を有利して不要の状態となる。これを老化と呼ぶ。澱粉のり液の老化は、水中に分散した澱粉分子が再び結晶化することにより起こる。 ただし、完全に元の状態に戻るわけではない。これがデンプンを原料に含むパンなどの食品が時間が経つと硬くなる主要な原因と言える。一般的にアミロペクチン顔料の多いデンプン粒では、股下温度が低く、粘度、保水力が高く、老化しにくい性質がある。これは、直射状のアミロオスよりも分岐の多いアミロペクチンの方が、 澱粉分子間で水素結合が起こりにくいからと考えられる。さらに同じ澱粉であっても起源植物によりそれぞれ老化の起こりやすさが異なることがわかっている。例えばタピオカ、クズ、ジャガイモ由来のものでは老化の起こりにくさの順はタピオカ、ジャガイモ、クズとなっている。これはアミロースもしくはアミロペクチンとして管理してもそれぞれに老化の起こりやすさが異なる。 アミロースではタピオカジャガイモクズの順で老化が起こりにくく、アミルペクチンではクズタピオカジャガイモとなっている。アミロースでの順位は重量平均15度の小さい順と一致し、15度が数千の高分子のアミロースでは15度の大きい分子ほど老化性が低いと考えられる。これは15度が高いと一分子内で水素結合を作りやすくなり、 澱粉分子間の水素結合による規則的結晶構造、つまり β 型を取りにくいと考えられる。さらに、タピオカのアミロース分岐が、ジャガイモのものより多いということも影響していると考えられる。アミロペクチンについては、ジャガイモのアミロペクチンの平均差長が、クズとタピオカのものより2.8残機長い。このことより、アミロペクチンは、単純に長い方が、 水素結合をしやすいので、老化しやすいと考えられる。老化を防ぐ方法として、トレハロースやマルトースなどの糖類が使用されている。これは、デンプン分子と構造が似ている糖類を使うことで、インターカレーションを起こし、規則的結晶構造を取りにくくして、老化を防いでいると考えられる。デンプン水溶液に、溶素溶液を加えると、デンプン分子の螺旋構造の長さによって、 青色赤色を呈する鋭敏な化学反応。この反応は螺旋構造の内部に要素分子が入り込むことに由来する。水溶液を加熱すると螺旋構造から要素分子が外れるため定食は消える。要素でんぷん反応は食品衛生分野ではデンプン汚れに対する食器等の洗浄効果の確認検査に用いられる。また、 小学校や中学校の生物に関する実験に多用される。澱粉水溶液に気流酸を加えて加熱すると、澱粉は、デキストリンマルトースを経てグルコースまで分解される。人が澱粉を食べるとまず、口で、唾液中の消化酵素アミラーゼにより、アミロースとアミロペクチンの α1 から4結合が不規則に切断され、デキストリンやマルトースに分解されていく。 澱粉を含む食品を噛み続けると甘みが感じられるようになるのはこのためである。唾液アミラーゼの作用は食べ物が胃に送られた後もしばらく続くが、共産性の胃液によってアミラーゼは次第に失活する。胃の内容物が十二指腸に送られると、水臓から分泌された水液によって中和される。そして水液に含まれるアミラーゼにより澱粉はに、 糖類であるマルトースにまで分解される。マルトースは、さらに象徴壁に存在するアルファーグルコシダーゼにより、最終的にグルコースに分解され、小腸で吸収される。小腸の超単膜や、腎臓の上皮細胞を通るグルコースの輸送は、二次的に活性化されるナトリウムマイナスグルコースとも輸送体タンパクの SGLT マイナス1及び、 SGLT-2 の存在に依存する。SGLT はソディウム、リペンデントグルコーストランポの略称である。これらはナトリウムイオンとも輸送体の作る NA の電気、化学的勾配によって供給されるエネルギーを利用してグルコースの細胞内濃度を高める。植物が細胞内に貯蔵しているデンプン粒を取り出す。基本的には 植物細胞の細胞壁を破壊して取り出すが、原料とする植物の種類や用途により、タンパク質あるいは脂質の除去が必要となることもある。原料となる植物としては、ジャガイモ、小麦、トウモロコシ、サツマイモ、米、キャッサバ、クズ、カタクリ、緑豆、サゴヤシ、バラビ、らオ大バユリなど様々なものが用いられている。利用される植物の部位は、根、ね。 茎、種子及び果実がある。根及び茎からの澱粉粒の抽出は比較的多いだが、種子、果実からの抽出は、タンパク質や脂質の分離操作を必要とすることが多い。トウモロコシトウモロコシデンプン。いわゆるコーンスターチである。世界で生産されるデンプンの約8割はトウモロコシデンプンである。アミロース含量25%。 原料となる品種は、食用として一般に広く認知されている、スイートコーンや、ポップコーンなどは用いず、デントコーンが使われる。イエロー種デントコーンが大半を占めるが、その他一部の特殊用途向けに、ホワイト種デントコーンが原料として用いられる。流径2から30メートル、平均流径15メートルで、小さめ、非常に細かく角かばっている。安価かつ品質が安定しており、 食品用には、甘味料、プリンの凝固剤、ビールの復元料などに利用される。また工業用には、製紙、ダンボール製造の個料としても使用される。白色度は高く、吸湿性は少なく、海分は最も少ない。一方、タンパク質、脂質の含量が多め。透過製品原子として多く用いられる。固化時の粘度は重要だが、安定性が高く。 接着力や、糊液の浸透性も高いため、加工でんぷん原料として用いられる。きつぶしから取り出されたでんぷんも、色としては白色だが、一部の用途向きには白つぶしを原料として、さらに白色度の高いでんぷんを取り出して用いている。小麦小麦でんぷん。アミロース顔料25%。流径2から40メートル。平均流径15から40メートルからなる。 大粒と2から10メートルからなる小粒からなり、粒子は突レンズ型。品質のばらつきが多く、多くの製造所で、流毒分と純度に従って、等級を指定している。大粒子区分を生成した特級品は、コカ温度が低く、冷却時の粘度が高くなる。他のデンプンと比較して、コカ時の粘度は、やや低いが、冷却時粘度が高く、 ゲル化能力も高い。海苔液の粘土安定性は良好で、老化しにくく離水も少ない。大粒の高粘土の小麦でんぷんは、関西地方などで水産練り製品に利用されている。また、小粒の低粘土の小麦でんぷんは、錠剤のベースに利用されている。一般的には、浮き粉と称されている。米米でんぷん。アミロース含量15から20%。米のでんぷんは、 複粒であり、アミロプラストの中に複数のデンプン粒が内包されている。米粒配入中のデンプン粒は隙間なく詰まっている。登熟の際、高温や低温を受けると形成異常が起こり、イレギュラーな形のアミロプラストが形成される。平均粒径2から 5M と市販デンプン中最も小さい。このため製造上部止まりを上げることは難しく効果になる。 澱粉粒の形状とその大きさから微細な凹凸に付着し平滑面とする効果が大きい。化粧品やそばやうどんなどの打ち粉に利用する。そら豆、緑豆、小豆など、アミロース含量30から35%、流径25から40メートル。固カ温度がやや高く、冷却時に固いゲルを形成する。食品では、ソース、 フィリングとして利用される。緑糖春雨は緑糖澱粉を原料とする春雨である。また、細胞澱粉は摂氏100度においても固化しないため、案として用いられる。ジャガイモジャガイモ澱粉国内産のものとしては、北海道が一大産地として、広く知られる。アミロース含量20から25%、流径2から80メートル。 平均流径30から 40M と市販澱粉の中で最大の粒型となっている。いわゆる片栗粉は本来は片栗の地下系から採取した澱粉であるが、市場に流通している片栗粉と呼ばれるもののほとんどは、じゃがいも澱粉となっている。澱粉としては、リン酸の含量が多い。加熱時の固カ温度は低く、防潤力、溶解力が強い。 透明で粘着力が強い海り液が得られる。コカジノの海苔液の粘度は非常に高い。ただし、粘度の安定性は乏しい。食塩等の塩類によりコカの状態が大きく変化する。塩の存在下ではコカが抑制され、海り液も利水しやすくなる。コカに用いる水の水質、あるいは調味により容易にコカが抑制されるため、扱いが難しいと言われる。 春雨の原料、オブラートや増粘剤の原料のほか、関東地方などでは水産練り製品に利用されている。さつまいも缶初澱粉、芋クくず、沖縄県ではムクジと呼ばれ多用される。国内産のものとしては、鹿児島県が一大産地として広く知られる。アミロースガ料量15から20%。 流径2から35メートル、平均流径18から20メートル、形状は釣り金形。加熱時の固化温度はやや高く、完全に固化する。液化酵素により極めて溶けやすいため、ほとんどが透過原料となる。ゲル形成時に独特の食感を持つため、食品用として春雨、くず切り、自然乾燥品がわらび餅の原料となる。また、 ラムネ菓子の原料としても用いられている。タピオカタピオカで、うぶん。キャッサバコ。アミロース顔料15%。流径2から40メートルで、流径分布は広く、形状は多角形、または、半球系。加熱時の固化温度は低く、加熱により容易に吸水防潤し、摂取80度以下で完全に固化する。乗り液の透明度が高く、粘度も高い。 ゲル化しにくい。このため、食品の増粘剤として優れている。また、粘度が高いために、澱粉糊の,の原材料として使用されており、比較的身近な存在である。半固化乾燥の粒上品が、タピオカパールとして流通している。片栗片栗粉とは、本来は自生する、片栗の地下系から取る澱粉を言う。ただし、戦術のように市場に流通する片栗粉は、 ジャガイモのデンプンである。わらびくずサゴヤシを原料とするデンプンは、東南アジアで食用とされ、ソースの原料にもなっている。非常に多岐にわたる。また、利用の形態も様々なものがある。2013年、台湾にて、無水マレイン酸を含むデンプンが流通していることが、発覚、毒性を理由に回収された。無水マレイン酸が添加された目的は、 食感の向上であったが、無水マレインさんは人体に有害であり、本来は工業用途に限られている。ありがとうございます。